取れた自学自習をどうやってこう促していくかと学生さんにですね、えそういうことは非常に大事だということがですね、まあ自学自習とはもう言われて久しいわけですがあ最近はそういうような解釈というか方向になっております。で日本のですねこの高等教育を取り巻く状況というのは非常に厳しいと。 おこれはその日本固有の問題というのも多々あって、ですねまたこの細かいところはあのいろいろお読みいただければと思いますが、まあ、もぐらたたき状態というか、ですね、まあ、あちらをいじればこちらがあまたもっとひどくなるとか、ですねいろんなこともあります。でこういう中で,です、ね、で、えー、その教育改革というのを進めていかなくちゃいけないということであります。で、まあ、そのお政策としてはですねどういうことが言われているかというと、おまあ、ここにあるようなですね、 えまあ皆さんもあちこちでこう耳にするようなことだと思います、まあ、大学の機能というのをです、ね、強化して再構築していこうであるとか、例えば、教大でもこの特色入試というのをです、ね、進めていて、学部、大学院によってです、ね、非常にユニークなこの入試というのをやると、今までのまあ点数この横並びでこうやっていくというだけではなくてです、ね、どうやったらいい人材を取れ,取れるかというようなこともきちっとやっていこうと、地域の連携とかですね、まあ、グローバル化と。 でもです、ね、このスーパーグローバル構想というのがあって、ま、えー、もなく始まるということになっていますが、あそういうようなことも含めてです、ね、いろいろやっていくあの。細かいところはお読みいただければと思います。 でこれもですね、まあ、一体どういう人を育てるかということがです、ね、これはもちろん、えーと、どういう学生さんを育てるかということも大事でありますが、あ教員の先生もですね、まさにこう、まあ、自学自習、対話を根幹とした自学自習というのはいい形だと思いますが、あどうやって、えー、さらにこう学生さんたちをです、ね、良い人材に育てるように、教育をです、ね、改善していくかということを、ある意味こう、学び続けなければいけないというような時代になっております。 言うまでもなくですね、高等教育はグローバル化が非常に進んでいる、おまあ、その流動性というのもです、ね、非常に高まってきていて、なかなかここは日本はですねいまだにこの高等教育ではちょっと鎖国的な状態にあって、ですね、まあ、研究の世界ではですねあの皆さん学会に、国際学会に行かれて発表されたり、そういう学会誌に書かれたりですね、そういう活動はして国際化されてるんですが、教育に関してはですね非常に難しい。 このグローバル化が日本がその中に溶け込んでいくということですね、非常に難しい、で国内問題としてです、ね、こういうことが言われています、こんなこと言われている国はまあ日本ぐらいなんですね、えー、危ない大学、消える大学と、何が危ないかというと、経営が危ないわけですね、えー、どうして日本に800も大学があるのかと。 オーストラリアは40しか国立大学ないです、ね、国立大学しかない国ですけれどもで僕のポケゼミを取ってるです、ね、学部の1年生が女性ですけれども計算したらオーストラリアのモデルを使うとです、ね、日本は263で大学は足りるんじゃないかといった人がいました。800はいかにも多多すすすぎぎるるんですが多すぎる 多すぎる大学を作ってしまった、そのツケがですね回ってきて、今や40%以上がですね定員割れという状況になっています。 京大、まあ、をですね、幸いにしてそういう状況にはまだなっていませんが、例えば京大で大学院を出られてです、ね、高くにこう就職していく教員としてです、ね、就職していかれていくです、ね、学生さんというのは、まさにそういうところで職を求めなくちゃいけないと、またそういう人たちの教育、ですね研究教育というのは我々は面倒を見ていかなくちゃいけないということは、心に留めていただければと思います。 まあ強い大学こういう週刊誌のですねタイトルが踊るということはまあそういう大学がいかに少ないのかということだという裏返しでもあります教育というところを見るとですね研究というところを見ると教,育教大なんかも非常に世界的に強いわけですが教育というところを見るとですねおそらく世界のランキングで200位に入る大学というのは日本にはないと言えると思いますそんな中でですねこの大学というのは生き残らなければならないと いうことですがそれぞれのレベルでですね生き残らなければならないと京大は日本の中では安全ゾーンにいるかというともう京大という大学はもう宿命的に世界の中でですねどうやって生き残っていくかということを考えなければいけないという位置づけにありますから教育というのもですねそういうコンテクストの中で考えていかなければならないということであります。 まあ、いろいろそういうものについてですね海外では書かれているものはあ多いんですがあ例えば、あこのおまたあの細かく見ていただければと思いますけれどもでです、ね、例えばこういう,う,う論文の中ではですね例えばこの今、高等教育がやはり激,激,、えー、激変しているということでですね、えー まあこういうよういいよなこことと、ね、言われているとこの6番の変わりく伝統的な学生像というのはです、ねまあ、日本ではここら辺もまだ非常に動きが鈍いわけですけれども例えばアメリカなんかを見るとです、ね、いわゆる高校出てからもすぐ大学に来るというような伝統的な学生というのはです、ね、もう4割台になってしまったんですねほとんど社会人が一度社会に出てから戻ってくるか社会人をやりながら高等教育が入っていくるですねそういうような形になる。 でこれからあの今日は少しこのインビジブルのところの話もしますが、これはオンラインですね、オンラインでやっいろいろな動きがあって、ですねここら辺がこが単にその国際的に海外の大学と日本の大学という対立軸だけではなくて、ですねこのオンラインとこの対面の既存の,この大学というような対立軸というのも出てきているということであります。 ただ、まあ、幸いなことにですね、この京都大学は日本の中ではですね、そこら辺は、まあ、リーダーの人一大学であるわけでですね、例えば2001年にですね、このオープンコースウェアというのが MIT で立ち上げられました、2000あるですね、全講義ですね、MIT のこの講義教材をですね、無料でオンラインで全部共有しようと。 いうまあ、すさまじいですねプロジェクトだったわけですが、まあ、これに世界中の、まあ、トップ大学ですね共鳴して京大でも2006年にですねこういうことを始めたということであります。でまあ、とは言ってもですねなかなか特に日本の国内の学生さんたちはですねこういうものがせっかく宝のようなものがこうオープンになってもですね、えー、食いついてこないと。 いうことでですねこの京大で OCW いろいろ推進されている先生方いろいろご苦労されてですね学生さんと相談しながら、まあ、こういうロールプレイングゲーム的なものをちょっと考えてみたりですね、まあ、いろいろご苦労はされています。でその中でですねここ23年でですね MOOC というのを聞かれたことのある方っはどれぐらいいらっしゃいますか MOOC で MOOC というのがあるんですが。 結構おられます、ねまあ、でも1割ぐらいですかねこれがですねこの世界の高騰技術が今一番ホットな話題の一つということでですねここ 2, 年 や、えー、られてますがもともとこのスタンフォード大学でですね人工知能入門を教えられた先生方があ,こういう、まあ普段はスタンフォードで200人ぐらいの学生さんに教えているわけですけれどもこれを同時にですねオンラインで、えー、もうお無制限にですね誰でも取っていいよということでですね教えたらどういうふうになるだろうっていう実験をしたんですねそしたらまあ16万人ぐらいの人がです、ねえー、やってそのうちの、まあ、5%ぐらいの人がですね最後まで行ってちゃんとこの オンラインでですね、えー、テストも受けられるようになっていてでそれもパスして球大点を取ってですね、えーまあ、ここで単位をスタンフォードの単位が取れましたっていうらしいんですが無料でやってるんでスタンフォードもまあビジネスですからそんなことできないのでですね、修了証って出したんですねでこれはその単位にまあ匹敵する価値があるんだけれどもこれはスタンフォードの大学の単位ではありませんと。 いうことですね、それを持っていけば、えー、自分がそのスタンフォードの,この人工知能入門のコースを終了したという証明にはなるがあだけどもこれはスタンフォードの学位に向かっての,この単位ではないというようなことですねそういうものが登場したんですねでこれがもう世界中にこう爆発的にヒットしてきて、えーまあ、アメリカではこの大きなコーセラというですねエーリでやっているところとそれからエデックスというです、ね、非エーリの大学が協議会で集まっているところがこのムークというのをですねいっぱい出し始めてもう今や1000近くになっていました。 ここでですね、面白いのはそのオープンコースウェアというのは大学ごとにですね、どれだけその事業の教材をこうオープンにできるかという競争だったんですがこの MOOC というのはですね、例えばマイケル・サンデルの白熱の教室がこう日本でも話題になったようにですね、1人の教者、1人の事業というのがですね、どれだけすごいかと素晴らしいかということを競うというここでまあ教えのバトルロワイヤルと書きましたけれども非常にこう個人戦になっているんですね。 ですからこれからはですね大学もこのいかに優れた教員というのを個々のです、ね、教員をいっぱいこう持っている大学が強い大学というふうに定義されている強い大学にいる教員だから強いはずだというふうなこういうものが今世界中でですねもう競争地でフランス、中国、EU オーストラリア、イギリスもういろんなところで,ですねこの競争が始まっていると。 これはさっきのインビジブルなところなんですが、まあ、こうやって見ればビジブルなわけですでこれは修了証ですねで教大もですね去年の去年これに参加することに決めてですねックスという大学の協議会の方に入ってでここはなかなか入り口が厳しくてですね世界のトップ大学、まあ、今三十数校しか認められてないです二百何校断られてですね入りたいと言って教大は日本で最初に入れてもらいました でこれはですねちょっと今日はこのビデオもお見せする時間もないんですがあ化学研究所のです、ね、それからアイセムスという研究所がありますがそこの上杉先生方がですねこの「ケミストリー・オブ・ライフ」という授業をです、ね、4月から7月にかけて配信して2万人の人が世界中で受けました。 非常に素晴ららししいい講義です兄弟ただこの化け学の知識とか技能を学ぶんではなくてですねそこからどうやって創造的な発想を生むかどういう発明発見をしていくかというです、ね、そういう技法に焦点を当てた授業であります。 でまあ、あのなんで、ですねマルチプルチョイスでこういうのはですねオンラインでやるというマルチプルチョイスでですねさっき選択でこうタッチャっちゃっちゃッとやらせて機械採点するような評価の方法が実は多いんですが上杉先生はそれを極端に嫌がってですね えまあ、兄弟的には嫌がった方がいいと思うんですがあ,あえてですねこういう絵を描かせたり、えー、この絵入りのこのいろいろアイディアのレポートを描かせたりですね、えー、するような評価方法を2万人の人に対して行ったと、まあ、これをまたあどうやって評価していくのかってなかなか大変だったんですが、まあ、そういうチャレンジを受けるのが、まあ、兄弟らしいということであります。 でまあ、この中でですね優秀な人たちが出てきて、えーまあ、5%ぐらいの人がですねやはり最後までいって終了証を取ったわけですがあ兄弟的には何か出いろというか面白いことやろうということで今松本総長はです、ね、の発案でですねこうやってちょっと呼ぼうかと5人ぐらいトップの人をですね本んなんで呼んでですねこういういろんな国から、まあ、もう本当にいろんなあ下は16歳からですね、まあ、上はあの大学生の人ぐらいまでいますけれども。 いろんな国からです、ねまあ、こうやってこういう教育機会があるとです、ね、受けてまあ5人呼んでですね上関先生が兄弟で同じ授業を日本語で教えてますで、この学生さんたちとです、ね、交流したりお互いのこのプロジェクト発表し合ったりしてです、ねえー、まあこのバーチャルとリアルのおまあ融合というです、ね、非常に面白いことが起こっています。 で先ほども申しましたようにですね対話を根幹とした自学自習というのをやってるんですがあこれ本当に京大でうまくいってるのかなということはあります。で、まあ、オープンエデュケーションと今日ちょっとお話しててるですね教育をオープン化していくというムーブメントですがこれを京都大学はですねもともとそういう文化がある大学なんでですねさらにこれを今風にどういうふうに展開していくのかが非常に大事だとですね えーまあ、昔のオープンというのはですね大学の権威を壊すオープンですねこういうのがあったわけですけれども、まあ、今のオープンは、まあ、オープンと言いながらですね実はこう閉ざしてるんですけれどもねいろいろバリケード張ったりしてですね今のオープンとはまた違う形で京大オープンになれるんじゃないかという話であります。 でまあね、ネット社会になっていくと皆さんご案内のよ、ね、うに買い物もネットでできるしもう文系もネットで検索できるそういう時代になって大学って一体何のためにあるのという話ですねで経経営学者のピーター・ドラッカーあ,、まあこういうことを昔言ったんですがこういう指定関係もですね大学の中では結構今微妙になってきているとこのフラット化していくということですねいろんな情報とか知識にみんながアクセスが同等にできるようになってくる。 でその中でですね、僕もちょっと実験をしてみて自分のこのポケットゼミの中でですね、学部生にこのオープンスタディというですね、世界中から何千人ものこの学生さんたちがですね、集まって、えー、みんなで教え合い学び合うというそういういサイトがあるんですけどもおそこに行かせたとそしたらこの、えー、去年のですね、兄弟の経済学部の1年生ですけどもおやだやだと言って英語の男はやだとか言ってですね、一旦無理やり行かせたらあこのいうな1行を書いてきたと、えー「Please Tell Me How to Write an Attractive Essay」と。 をうのをこれ30分かけて書いたと大丈夫かとそこから不安になったわけですがあそうしたら彼はですね次の週そのゼミに駆け込んできてですね本当に駆け込んできていや先生すごかったよとこれ書き込んだらもう次から次にですねこう反応が来たと。 お一体なんでそういい衛星をかけ書きたいんだと3つ理由を言いなさいとかですねそうするとまたそれに対してぽつぽつ描くとですねまた世界のどこか別のところからですねその一番目に関してはこう僕だったらこうやったよみたいなこうや言って,てで彼が言ったのはです、ね、このリアルなつながり感は半端じゃないっってですねお前そもそもこれはバーチャルの世界だろうとリアルじゃないんだよと言ったんですがいや兄弟のキャンパスにいるよりもリアルな感じがしたんですと言ったんですねで二言目にはこのヤフーチェーブゴールとは全然違う世界です,ですね。これは兄弟的にはずしんとくる言葉でですね、まあ、こういうい 事件もありましたと、まあ、実際、彼はこの事件のことを知らなくてで,ですね、えー、たまたま行ったらしいんですけど、ヤフー知恵袋というのは、問題をこう提起した側がですねボコボコにされる可能性もあって、ばか、そんなことも知らんのかと言われるような、非常に冷たいところもあると、だけどこのオープンスタディみたいなところはです、ね、世界中のこのまあったかいというかです、ね、本当に学びたいと、えーあの、教えたいという熱意のある人たちが集まってくる日、本当にこの純粋なですね学びのコミュニティである。 でまあ、彼は曰くですく、ね、この黄色いところです、ね、名前出して言ってね出して宮崎君というんですがあこれ学ぶ側だけじゃなくてです、ね、先生方もこんなふうにもっと心を開いてです、ね、いい学教え方とかいいどうやったら学生にもっとよく学んでもらえるかということをお互いにこうオープンスタディしたらどうだという話です、ねまあ、神戸を垂れた次第であります,ありますけれどもであのうちのです、ね、この高等教育研究開発推進センター まあ先生たちのですね、まあ、これどうやって教育をよくしていくんだということをです、ね、オンライン上で情報交換したりですねその知見をいろいろ共有するというような試みもやっておりますのでまたご興味があったらですねこのサイトの URL なんかも出てますのでご覧ください。でこれからですね一体どういうふうにみんな育っていかなくちゃいけないのかと。と いうとですね、まあ、先ほどのこの変わりゆく伝統的な学生像ということもありますけれどもこの仕事と学びというのはですねこれからもっと今までみたいに学びの時期が4年間で終わりましたと伝説社会に出ますというようなこのいわゆるパイプライン的なですねこのイメージからもっとこの社会に出ながらも必要な知識を学んでいく技能を学んでいくというような形になっていくとでまた大学とか高等教育というのもそういうものにこう対応できるようにですねなっていかなくちゃいけないということであります。 ですからこういういものが求められていくようになるとでこの T 型人材っていうのは、ね、10年ぐらい前から言われているわけですがもうこれでもです、ねまあ、昔はこれだけで大学なんかいいと言われてたんですね専門知識がこうあればいいと一本あってなんとか学部出ましたとただこれからはそのコミュニケーションも大事だということですね自分の専門知識を生かしてこういろんな人とこうちゃんとあの協力しながらです、ね、仕事をしていくと。 ただ、もう最近はもうこれだけでもだめでオープンエデュケーションで出てきたこの多分、背景というかですね必然性、必然性ということではですね、このまあ社会に出てですね、自分はもう一生技術者でこのコンピューター技術者でいこうと思ったら会社が潰れたとかですね、そもそもそういう業態みんなインドに行ったとかですね、いろんな小話になってくるとそうすると嫌がおうでもですね、新しいことを学ばなくちゃいけないとむしろこの先見的にですね、そういうことをどん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 こうアグレッシブにやっていくとポジティブにやっていく人たちがですね、生き残っていくと。 いうことになってです、ねまあ、いわゆるすだれ型人材みたでもうこういうすだれ型人材が、まあ、くんずほぐれずですね、えー、社会の中にこう入っていってでそれでこうみ,みんなが社会を作っていくと進めていくということででまあ兄弟的にはですね、まあ、こうやって、えー、思考力とかいうところでは非常に評価されていると学生さんたち卒業生がですね僕はまあコミュニケーション弱いっていうことですねここら辺を、まあ、頑張ってくださいと。 で大学も、ですねもうそろそろ時間だと思うんですが、あ,あと2分ぐらいではありますが、まあ、こういうふうにですね皆さんご存知のように、いろいろこう業態はですねこのサプライプッシュからデマンドプルという形にどんどん変わってきています、ですから教育もですねこういうふうに動かなくちゃいけないと、で教大もですねこういう中に当然入っていかなくちゃいけないということで,で、すねいつまでもこうお山の対象でいられないということです。 この中で,ですね、大学の教員って非常に厳しい職業になりつつありますあの、まあ、そのもちろん椅子取りゲーム的な厳しさというのもあるんですがどんどんこの変化にです、ね、対応していかなくちゃいけない自らまさにですね、必要に応じてどんどん新しいことを学んでこれは専門知識ということだけじゃなくてですね、新しい教え方ということも含めてです、ね、学んでいかなくちゃいけない。 幸い、京大ですねは大学を挙げてですね、こういう取り組みをこれからどんどんやっていこうともすでに行われていますけれどもこの先もですね、このスーパーグローバルであるとか国際高等教育委員も非常に立ち上がってですね、そういう中でです、ね、いろんな新しい教育的ないわば実験的な 部分も含めてて、ね、試みがされていると非常にある意味でワクワクするです、ね、状況にある大学でありますので皆さんもです、ね、ぜひそういうところに積極的に関わっていただければと思いますでこれも兄弟生が言った言葉ですが、まあ、学校制度がこういうもんだと大学とはこういうもんだというふうにもうそこで,です、ね、この思考が停止してるんじゃないかとそうじゃなくてもう世界も動いてるんで社会も動いてるんだからそういうものにどんどん合わせてです、ね、一体どうやって大学というのが変わっていくのかということを考えていこうよと。 でこれから皆さんですす。ね、やっぱい聞くと思います、えー、教育制度改革ということですね、ここに挙げてあるようなあ、まあ、これは右側で言うとレ,レストランで言うとですね、い、ま、ろ、あ、んなこのシェフとか料理人とかですね、レストランが取らなくちゃいけない資格とかです、ね、制度がありますだからこういうものが揃ったからっていいレストランができるわけじゃないわけですね、えー、い,い,いいこの行ったらおいしいって言ってこう満足して帰っていけるようなですね、えー、そういうレストランになるわけじゃない。 大学も同じで,で、すね制度が全部揃っていれば、それだけでもいい大学ということはなくて、そこに入る魂というのは、ですねこの情熱というのは、先生の側から提供されなくちゃいけないものでありますんで、そこんとかです、ね、ぜひ先生方にです、ね、この制度ができたら、その中にこう魂を注入してもらうという作業をです、ね、ぜひお願いしたいと思います。制度ばかりがこう先行すると、ですねこれも兄弟生が,授業が自分のやりたい勉強を大学の授業がですね自分のやりたい勉強を邪魔していると。 なんだとというと楽勝科目を取ってですね3年の時にもう就職活動に勤しみたいのでそうすると取りたい事業よりも楽に取れる事業っていうのを先行者取っていくことになるということですねだから、こういうことをです、ね、これはだから制度が負けているのか学生自身が負けているのかもしれないですけれどもどうやってこの学生さんたちにですねだったら自分のやりたい事業をちゃんとできるようにしようよということをです、ね、先生方がまあ魅力的な事業でですね引きつけていくということが大事 まあ、いろんな教育方法とか評価があるものです、えー、頭痛くなりそうですがもし何かご興味があるようなことがあればそれからこんな問題があるんだけどどうすればいいんだっていうことがあればです、ねえー、我々のセンターのようなこの支援機能ありますので,です、ねえー、ぜひご相談ください。ということで,です、ねえー、もう時間すいませんちょっと過ぎましたがまあ兄弟らしい教育というのをです、ね、ぜひあの先生方にもです、ね、お考えになって。 それぞれ持ち場はあいろいろ違うと思いますけれども、こういうことをですね考えていて、ぜひ、ですね、まあ、この研究のことは皆さん言われなくても、お互いに話したり、おやりになるんですけども、教育についても、ですね医師、まあのコミュニティというものを学内にですねポツポツいろいろと作られて、ですねその中で、えー、さらにこう進展させていくにはどう,どうできるかと。 いうことをですね。まさに対話を根幹とした自学自習ということをやられてえ、行かれればと思いますどうもありがとうございました。